の皆様、そして画面の向こうの国民の皆様、愛とは何だと思われますか？おそらく皆様おのおのの中にいろいろな定義が浮かばれているのではないかと推測いたします。なぜこのようなことを伺ったのかと申しますと、私が内閣総理大臣というこの日本において最重要となる役職に就かせていただきましたのも、ひとえにこの愛に突き動かされたからです。私の後ろにありますこのマーク、これこそが私の最愛の人を奪った憎き病の象徴であるとともに、彼女を思い出させてくれる愛の証なのです。私が東電を守る会を立ち上げたのも、少しでも彼女に近い存在でいたかったからです。時にはひどい罵声を浴びました。詐欺師などと後ろ指を刺されたことさえ、しかしその活動が認められ、現在のような形に昇華できたことは、まさに幸福以外の何者でもございません。皆様、お手元のグラスをお持ちください。それでは、東電と日本の明日の平和を祈って、乾杯！前から僕は一年に数回程度見るこの悪夢に悩まされていた。気がつけば最近頻度が増えてきた気がする。何度も何度も見ているはずだが、起きてみると夢の内容が全く思い出せなくて、ただ猛烈な後味の悪さだけが残る。そしてこの夢から覚めると、僕はこの世界の何もかもが嫌になって死にたくなってしまうのだった。この耳鳴りが邪魔する。この耳鳴りが鳴り止んだ時は、必ず誰かが邪魔に入るか、僕の気持ちが泣いてしまった。なんだよ、ババア、勝手に入ってくんなよ。またババアって言った。いや、ババアもう全然、もう私とも全然やばい。もう全然意味わかんない。やばい。なんで、ガビーよ、ガビー。ガビーよ。そういうこと言うの。ババアじゃない。何よ。死ぬわけ。また意味わかんない。うちで自殺するわけ。うわ、意味がわかんないんですけど、なんで死ぬのかな、普通に。ちょ、まだ言うの。うわ、ほんとびっくりするわ。いや、まあ、気持ち悪いわ。いや、まあ、なんで私こう見てやりまんよ。やりまな。こんなに本当に純粋に見えるから、ほんとやりまんよ。56人してやっとやりまんって言うんですよ。やりまんなんだ。やりまん、ほんとやりまんよ、やりまんよ。あとこれもういらないの。ほんとうちは、童貞はね、いらないけどね、うちは知らないで。ほんとにうちは知らないで。もう童貞は勘弁して。ほんとに童貞は邪魔。もう童貞は大嫌い。もうな、なんでそこで言うかな。ほんとに。もう気持ち悪い。おい、ババア、おい、やりまんなの？やりまん。こうして、この悪夢はかなりの頻度で僕の春季の思い出にひどい爪痕を残していた。そんな悔しかったり恥ずかしかったりした夜には、僕は決まってあの子のことを想像していた。あの日、あの屋上で見つけたスカーフを見ながら、セーラー服に笑顔を浮かべている彼女の姿を思い浮かべるだけで、僕はなんだか今日一日とても幸せだったような気分になるんだ。彼女とは中学1年生の時同じクラスだった。いつも怒ったような顔をしている彼女を僕は少し苦手だった。だけど
クラスで僕がいじめられかけた時助けてくれたのは一度も喋ったことのない彼女だけだった。その時見せてくれた笑顔に僕はやられた。だけど彼女はある日を境に学校に来なくなった。理由はわからない。とにかくヒーローであり憧れでもある彼女の存在はどん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 と僕の中で大きくなっていった。それに最近夢の頻度が高いせいか、なんだか目を開けていても彼女の姿が見えるようになってきた。それに何かがおかしい。最初は妄想らしかなどセンスなポーズで吠えているだけの彼女が下に部屋を勝手に動き回るようになってきて、こういうの好きなの。素人にしただけで。待って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 痛いな。触っちゃった。え、なんで、え、妄想なのに、え、なんで、え、どうもあの人が見てーす。教会が建てられるまでその途上には幾多もの困難があった。言われのない非難や迫害の数々に君たちがどれだけ傷ついてきたか私は全て知っている。だが今はどうだ。過去我々を足蹴にしてきた人間は相応の報いを受け我々の前から姿を消した。これを天罰と言わずして何という。諸君、君たちは選ばれたのだ。旧約聖書のノアとその家族たちのように君たちが神に愛されているというその証は君たちが神のもとへ召された時にこそはっきりとわかる。黄金に輝くその脳みそが何よりも雄弁だ。死体からゴールドラッシュだぞ。この世のどこにそんな有益な病がある。病とは常に無益であり多大なる損失を伴う。すなわち君たちが患っているとされる東電は病ではない。君たちの肌を覆うそれも全て神が与えたものだ。愛である。さあ何も恥じることはない。マークを掲げたまえ。ついに東京へ進出した今我々の解放の日は近い。最近アマゾンハマっててさ、それがさ、何でもいろいろ買えちゃうわけ。例えばそのヘルメットもそれもこれも全部アマゾンだからな。いくら7000。買い物上手。あ、そう。はい、今日も頑張って企業活動していきましょう。はい、総裁。それでは福島第一隊から今日のお前らの頑張りを述べよう。
こちら福島第一隊、今日も教会内の清掃は滞りなく終了しました。こちら福島第二隊、信者たちも朝から礼拝に積極的に参加しています。こちら柏崎隊、第三支部の信者数人がご神体のお力により涅槃に到達しました。遺体から様々なありがたグッズを生産する予定です。どうせまた気持ち悪いもん作るんだろうお前。あー、金玉の唐揚げとかね。あー、気持ち悪かったな。でも素揚げならまだ美味しいんだよ。いや、マヨネーズ。いや、塩だろ。マヨネーズ、塩だろ。これがー営業努力です。顔バカがいるからやってるんですよ、こっちは。嫌なら買うな、嫌なら見るな、悔しかったらさっき言ってみたんだよ。まあ、まあね、うちも柏崎君が頑張ってくれているのはよくわかるし、ノルマもガンガン達成しているし、何が言いたいかというとさ、福一、福二、お前らもっと頑張らんかい。はい、すいません。会いたいさ、さっきの私の言い方で今やだって聞いてたのかい。当然のこれからについてとても勉強になりました。最後総裁が前代なるシーンは圧巻でした。特に今週の東電大陸、あれ感動しましたね。もうあの総裁が井上陽水に向かってちゃんと喋れって言ったシーンは鳥肌ものでした。あれ超受けた。ちゃんと喋るの井上陽水です。ちゃんと喋るの。マジで喋るよな。だまれ、とにかくです、とにかく、この度我が東電は晴れて本部が東京へ移転することになったわけだ。そこでだね、新幹部を募集しようと思う。君たちも競争相手ができればちょっとは張り合いが出るだろう。なるほど、募集要項は前歴、経歴、学歴、年齢不問かつ東電補勤者でない。面接日時は決めない。来たらやる。一人も来なかった募集をやめる。あと君たちよくよく分かってると思うけど、今日も確認するよ。幹部の心を得。その1、ご神体には手の触れないこと。その2、その場所をみだりに教えないこと。その3、信者に同情しないこと。あれ、その4は、いつも総裁が言ってませんでしたっけ。その4は、だって幹部は落としろ。その4は、すいません、遅れました。東通り行ったな、そういえば。東通り遅刻厳禁。罰としていつもより10倍ハイテンションで、イエイ。幹部の心得、その4。その4、信者って貫通することなかれ。東通り、東通り。これは違うんです。違うんです。違うんだ。やってんな。違う。ママ、今日は疲れたよ。信者はバカだし、部下は使えないし、親父は相変わらず気に食わないし、ねえ、だけどやっと東京に行けることになったんだ。ママが生きてるうちに見せてあげたかったな、この場所。
もしもし？うん、そう、僕だけど、僕あのさ、僕の頭がおかしくなってないか確かめに来てほしいんだ。私生きてないわけ。そうだから、うん、じゃあよろしくね。じゃあ早く来て。じゃあね、バイバイ。待ってみれば、これが現実じゃないなんて言えなくなると思うけど。僕は信じたんだ、そんなことしない。それにこれは親友君が来てくれれば分かることなんだよ。私が見えるかどうかって面倒くさいことするな。気づいてないかもしれないけど、あんたが自殺しようとするのを止めてたの私だからね。あの耳鳴り、余計なことを。そこは感謝するところでしょ。それより憧れの彼女がせっかく自分の部屋でくつろいでるんだからさ、ちょっとは嬉しそうな顔したら。違う、君は彼女じゃない。何言ってんの。どっからどう見てもそうでしょ。見た目の問題じゃないんだよ。もう性際の悪い。あんたがこの5年間忘れられずにおかずりしてきたのはこの私なんだからね。僕は彼女をそんな風に扱ったことはない。それに彼女はそんな下品なこと言わないんだよ。もう僕の中の彼女を汚すのはやめてくれ。何それ。汚すって何よ。大体あんたが私の何を知ってるわけ。話したことなんか一度しかないくせに。ああそうだよ、喋ったことない。挨拶だってしたことない。ただずっと想像してただけだよ。だから分かるんだよ。僕の前に彼女が現れるわけがないんだ。そんなの分かってるんだよ。もう悪いかよ。気が嫌わないでよ。なんで泣くのよ。え、あ、本当だ。今の電話一体どうしたんです。リンゴー君、違うよ。分かってる、分かってる。つまり君はそういうやつだ。違う、答えなんだっけ。僕の目を見てくれよ。見てくれないんだな。あなた、君君紳士同盟を破るだけではあったらしい。それを見せつけて僕をバカにするつもりだったってわけだよ。違うって、紳士同盟は男と男の約束だろ。高校1年生で初めて出会った時から僕は君以上に僕のことを分かってくれる存在を現れないと思ってたのに。君までそちらの人間か。だから誤解なんだって。君もなんとか言ってよ。ごめんなさい。あんたも友達よね。リアルで会うのは初めてね。初めまして。あ、初めまして。そうだね、彼にも見えるみたいよ。あ、そっか、見えるんだ。もう、あ、そうか、結局二人だけの秘密ってわけか。いいよ、僕はもうアイドルマスターしに帰るからね。やめやめ、アイドルマスターやめて、やめて、やめて、待て、ちゃんと説明するから。座って、話聞いてよ。しょうがないな。僕は彼にこれまでの経緯を詳しく話した。最初は半信半疑だった彼も、僕が正真正銘の紳士であり彼女に何もやましい気持ちは持っていないという点について納得してくれた。ところで僕の唯一の友達である親友君について紹介しておこう。彼は去る大企業の社長地に持つ立派なセレブリティであるけれども、僕と同様に控えめな紳士だった。控えめすぎてクラスから浮いていた。そう、僕と同様に。そんな僕らは互いに惹かれ合い、紳士同盟を組むことによって誰からも望まれない二十歳までの純烈を誓い合ったんだ。オッケーオッケー、話は大体分かったよ。しかし一番僕、これはなかなかどうして話が出ること素晴らしい能力だね。煩悩さえねえ。終わらなかった。主人公君、感謝するよ。それより彼女さん、君は自分が妄想なんかじゃないって言うけれど、それは一体何者なんだ。荒人神。あ、すごいな、君って宗教系電波区が来るんだから。そんな目で見ないでくれよ。僕だって自分の深層心理が怖いんだよ。だから妄想じゃない。分かった分かった分かった。仮に君が荒人神だとして、じゃあ具体的に何が違うんだ。説明しても分かんないだろうから言わない。妄想だからうまく説明できないわけだよ。じゃあ、あんたが童貞いて証拠見せてみなさいよ。確かに僕は童貞だけど、なんだよ、それは今関係ないだろ。証言だけど信用できないでしょ。証拠見せなさいよ、証拠。童貞なら童貞らしく童貞っぽい振る舞いしなさいって言ってんだろ、この童貞。だって、そもそも童貞、童貞、童貞っていうのは証拠、証拠、証拠って、ちょ、ロー、ソーロー。証拠は、何
ないです。あんたが私に言ってんのはそういうことでしょ。このクソ童貞気持ち悪い。ありがとうございました。君ちょっと巧妙に作りすぎだぞ。すまんね、さっきからずっとこんな調子なんだよ。それでその荒人神さん、君の目的はない？私の一部を盗んだインチキ宗教をぶっ壊す。インチキ宗教東電だよ。本気で言ってるの？だってあれはもともとただの病気だろ。それに君の一部って見て、東電マーク。私の半分があそこにいるの。なんとかしなきゃいけないの。半分って？そうだよ。それにぶっ潰したってさ、信者でもなければ教会にだっていけないよ。君も東電で働こう。あーごめん。おい、まさか。俺だ。嘘だろ。喋る気はない。 いや、いいよ、もう分かった。こいつだろ。
知らないよ。おい、そりゃまずいぜ。無関係の人間を殺すことになる。やっぱり殺すのか。俺もやりすぎだとは思うけどね。でも総裁はほら、こういうの敏感だから。生い立ち的に父親の不倫か。そりゃたかだか5歳くらいであんなもん見せられたら凹むよな。しかも相手が性病持ちだな。どうしてそんなに東電や首相を毛嫌いしてるのに、あの人はこんな救済団体の総裁なんてやってるの。楽しいんだとよ。東電にかかった女たちが最終レベルまで行った時の苦しみようがよ。楽しいんだってさ。まあその性癖も異常だけど、俺やあの人のマザコン具合も心配だな。写真に向かって、おはよう、いただきます、ごちそうさま、こんにちは、おやすみ、ママン、眠れないのー、キスだぜ。しかもご丁寧に童貞の誓いなんて立ててよ。他の女はクソ袋扱い。あっちの方がよっぽど宗教心見てわかるよな。あの人にとっては母親が神様なの。まあ鼻が曲がるくらい臭いことで言えば、女っていうのは男を狂わせるわけだ。お前が身をもって体験したようにね。僕はあの人とは違う。そうかな。ところでな、あのラーメン屋から来たんだ。これは、いや、まさかこういうのが好きだわね。はい、危険もやめろ、消せ、見るな。写真さ、全然顔とか映ってないけど、何やっぱマーク目やで。うるさい、黙れ。そんでさ、たまに映ってるとめっちゃ殴られた音とかあるよね。違う、姉ちゃん、こんなの優しくしなきゃ。違う。そんでさ、この一番映ってる女いるだろ。女、おい、ちゃんと見とけよ。これさ、俺の妹なんだよね。嘘だ。ほんとだって、お前に生でさせてみればって言ったの俺だもん。やっぱり連れてたんだ、あのバカ。